触った資料を取りました？取ってない。作業員の労働と被爆管理の実態ということを取り上げさせていただきたいと思います。共同代表2人とも今日はちょっと不在であります。河野太郎さんは今外務大臣、そして近藤昭一さんは、他の会議と重なっておるというので、事務局の私矢部智子が、冒頭の司会をやらせていただきます。で、この国会会期が6月20日までという当初の予定でありますので、会期通りであればこの国会最後の国会エネルギー調査会となるということですが、原発ゼロの会を私どもが作ってから7年余り、この一つの大きな活動として国会エネルギー調査会、国会でエネルギー政策を論ずる場を、テーブルを作ろうということでやってまいりました。議員と有識者と、そして行政の担当の皆さん、そこにまた講演をしてくださる方をお招きしてという形で続けておりますが、本来であればきちんとした国会の中に常設の委員会ができて、エネルギー基本計画も見直しの訴状に上る、そうした問題も取り上げつつ、さまざまな問題を論じていければと思いますが、なかなかそういう場が作られませんので、この国会エネルギー調査会としていろんな皆さんのご協力をいただきながら会を重ねているところでございます。今日は先ほど申し上げましたようにタイトルが原発作業員の労働と被爆管理ということでございますので、作業員の被爆管理ということは今に始まったことではありませんで、しかしながらなかなか労災の認定も届かずということで、従来から問題でありましたが、ここに来て東京電力福島第一原発事故という大きな被爆にさらされる、たくさんの人がさらされる事態が起きておりまして、この作業員の、被爆管理、労災申請などが極めて重要な時代になっていると思います。今日は被爆労働を考えるネットワークの渡辺美希子さんに冒頭15分ほど、この歴史の経過と現状ということでお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。渡辺美希子です。私は2015年の3月まで原子力資料情報室で働いていました。今は被爆労働を考えるネットワークで仲間たちと一緒に活動しています。表を今日表を出してるんですけれども、これは原子力資料情報室で作ったものです。で、これまでに、労災申請した人、労災認定した人の数なんですけれども、なかなかこれが把握できないんです。私たちはいろんな資料ですとか、実際に相談に見える方の相談に乗りながら、こういった表を作ってきました。で、1994年の7月、島橋の信行さんが白血病で労災認定されましたけれども、それまでいろいろ私たちも質問 したことに対して、原発で働いて死んだ者など一人もいないというふうな言い方をされていました。で、今回その94年の島橋さんで初めて労災が認められるっていうことだったんですけれども、実はこれだけあったということで、91年に福島でやっぱり白血病で認められた人がいました。これに関してはずっと
原発労働者の問題に関わっていた石丸小四郎さんという私たちの仲間でもあるんですけれども、双葉地方原発反対同盟の石丸小四郎さんが支援して認められたものです。で、地元の人で名前は公表 しないということで、あの報道なども一切なかったですし、 あまり話題にならなくて、本当にあの私たち運動側もあの存在をちょっと忘れていたようなこともありました。それで今までにその認められた人は、福島の第一原発の事故の前は13年、JCO の事故で16年、でその後福島の収束作業で4人が認められています。で、裁判をやっている梅田龍介さんという人がいるんですけれども、彼は心筋梗塞でそれを めぐって実は、私たち2008年に梅田さんはその厚生労働省に訴えたいということで東京に来ました。それでこの議員会館で梅田さんが初めて原発で働いて、初めてその自分の働いた現状とかそういった発言を厚労省の方々の前でしました。で、その被爆管理があまりにもずさんだったっていうことで、その心筋梗塞との因果関係を探るのはとってもしんどいですけれども、自分はもっと記録された記録は 8.6 ミリシベルトと言われているんですけれども、もっと被爆しているので、ぜひその実態を調べてほしいというふうに梅田さんは訴えられました。でも全然調べない、何の調査もないまま労基署は支給決定を しました。でこういうことはやっぱり非常に問題だと思います。するとですね、多発性骨髄腫で長尾三橋さんという人が労災を申請したんですけれども、彼もその類似リストに載ってない病気だっていうことでとっても苦労したんですね、労災申請に行くまで。で本当に私たちが把握しているのはこの表にあるだけなんですけれども、実はもっともっとたくさんの人が労災申請にまでたどり着けないっていう人が本当にあまたいると思います。そういった人のことはやっぱり私たちの胸にしっかり留めておいて、そういう人がちゃんと声を出せるような状況にしていかなければいけないと思います。で長尾さんは関西労働者安全センターのサポートを得て労災申請したんですけども、その時も元請け企業がどこであるかっていうのはなかなか分からなかったんですね。でいくら問い合わせても答えてもらえない、やっぱりそういう現状もしっかり皆さん知っておいていただきたいと思います。でその全部やっぱり埋まらないと労災申請として書類が通らないので本当にハードルが高いんですね、労働者にとって。で退職してからも何年も経つと放射線管理手帳もないし、自分がどれだけ被爆したのかもわからない状況なので、もうとっても大変です、書類を整えるということも。でそういう道のプロである関西労働者安全センターの人がついても1ヶ月ぐらい生活の届けがわからないままだったということもすごく私たちはショックでした。で荒株さんって福島第一の収束作業に入って
第一番最初にその白血病で認められた彼はすごく大手ゼネコンの人たちが親切に書類を出してその申請するまでの道筋をちゃんとつけてくださったそうです。やっぱり本当にそういうふうに企業の方、元企業ですとかそういった方々もやっぱり労働者の立場を考えてそういうことをちゃんとしてほしいと思います。で昨今本当に報道でも多重下請けであるからその給料のピンハネだとかものすごく急に首を切られるとかそういった実態もあります。です。これは本当に多重下請けの問題はここの場でも問題にしてもらったことあると思いますし、あと労働者の被曝管理が一元化される国による一元化が必要だということもテーマにされました。そのこともまだ実現には程遠いような状況だと思いますけれども、本当にとにかく原発労働者をめぐる状況にはすごく課題がたくさんあります。で長尾さんの問題をに関わっているうちにその長尾さんの炭水骨髄腫がその被曝関連であるかどうかっていうんで電離放射線障害の業務障害に関する検討会っていうのが設置されて、これはそれを開催するっていうことで一件ごとに検討して判断するっていう方向、これはその2003年の10月に検討会が設置されました。で開催の告知をホームページでするようになりました。でこれは本当に非公開でホームページで告知されるのは本当に議事概要とどこの労働局から の案件であるかだけです。だから本当に乏しい資料に基づいて私たちはあといろんな取材ですね、報道によって追っかけてるだけでなかなかつかめてないなと思うんですよね。でもっともっとやっぱりちゃんと情報公開はしてもらいたいと思います。それと2003年10月以前の検討はどのように行われてたのかそれもわからないままです。これもはっきり示してほしいと思います。それとずっと本当にいろんな交渉を重ねるごとに長尾光昭さんの次は喜友名忠さんも53歳という若い年齢で亡くなられた方なんですけれども、お連れ合い の喜友名末子さんという方が頑張られてアクセルリンパ腫についても私たちは関わりました。で2010年にずっと本当かかって ようやく炭水骨髄腫とアクセルリンパ腫が0時リストに加えられました。それと前から肺がんで労災が認められている案件があるということを聞きました。それで私はそれまでずっと交渉を重ねて顔なじみになった担当者の人に電話をかけてその実態を教えてほしいというふうに聞きました。で医療従事者というのはもっと原発労働者よりも多い被曝をしている。あと喜友名さんもそうだったんですけれども工業分野で被破壊検査に携わっている人たちも随分多くの被曝をしています。でこういう人たちの実態についてでこれは担当者の人が厚労省としては
資料をこう出すっていうことはできないので、電話で聞いてくれたら答えるからということで、電話で聴取しました。それがその2万の電力放射線障害で、労災認定された件数と疾病名という表です。でこれは最後が、2014年の、5月29日に聞いたのが最後です。で私は2015年にの3月に退職したわけなんですけれども、それ以後原子力資料情報室のスタッフが問い合わせてもこれには答えられないというふうにおっしゃっているそうなんですけれども、やっぱりこういった問題はすごく情報は大事だと思います。でやっぱり一つの産業、一つの分野でどんな健康被害が出ているかっていうことをしっかり示すことは大事なんですね。でも個人情報保護法の施行によってもうどんどん公開は狭まっています。このことももう本当に工夫すればできることだと思うんですね。でもっともっとちゃんとそういった情報を私たちに示してもらいたいと思います。で私たち被爆労働ネットワークでは他の国々がどうなっているかということも調べ始めました。で日本のその労災認定っていうのはものすごくハードルが高いんですね。その自分で自分が受けた被爆とかかった疾病の因果関係を証明しなきゃいけないということになってます。でフランスなんかではその被爆する現場で働いたっていうことがあればそれとちゃんとレイジリストに載っている疾患であれば個人の証明がなくてもちゃんと認められているという状況だそうです。でフランスっていうのは日本はもう本当に最初から原発が動き出す当初から被爆する労働は下請け労働者にっていう形になってたんですけれども、フランスでは最初はやっぱり技術者がちゃんといろんなトラブルには被爆する現場にも技術者がちゃんと入って対応してたっていうんですけれども、1980年に入ってから日本の多重下請けの下請け労働者に被爆する労働は任せるというふうな現状を知って、でそのことを本当に日本から学んでフランスもそういう状況なんだって、移民労働者にこういった被爆する仕事を任せるようになったっていうふうに知り合いの社会学者の人は言っていました。で原発大国のフランスでもやっぱりこういった取り組みができてるってことはすごく日本の私たちもにとっても大きな課題だと思います。でやっぱりもっと本当に例示疾患例示リストに入る件数をもっと多くして被爆労働者がもっともっとちゃんとその自分の働いて被爆したことと自分の病気がん白血病以外にもやっぱり梅田さんのように心筋梗塞とかそういった神経系の病気とかそういった非がんの病気にもちゃんと労災が通るような仕組みを作っていかなきゃいけないと思います。これからの私たちの課題はとても大きいと思います。で被爆労働を考えるネットワークではこの本原発被爆労災広がる健康被害と、労災保障という本を出しました。皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はご本はお持ちになりましたっけ？いえ、チラシを入れてもらっているので、じゃあそれで申し込めばよろしいと、はい、それからもう一つ被爆労働を考えるネットワークは
いつからできた組織でしたっけ？311が起きた後から準備会を、はい、立ち上げて、はい、でもう慎重に慎重にで、2012年から活動した、はい、キャンパスゼロの会と一緒です。2012年からそれとま、今日お手元に資料として、はい、お出しいただいたものは実はこれ渡辺さんがもうご自身で聞き歩いてというか作られたリストでありまして、先ほどおっしゃったようにどこにもこういう情報がないものですから、まあ、彼女が電話で聞いたりいろんな情報を集めて聞いた貴重な資料集でありますので、まあ、本来であれば国なり何なりがこういう被爆労働の実態を持っていて叱るべきなのですが、まあ、彼女がお作りいただいたものとして今日提示をいただいております。ありがとうございます。では後ほどご質問はまとめて行いますので、引き続いて、放射線従事者の中央登録センターというところで現状で労働者の被爆管理を行っておられる伊海さん、そして伊藤さんから、お話を伺えたらと思います。10分ほどでお願いいたします。ご紹介いただきました放射線影響協会の、放射線従事者中央登録センターセンター長やっております伊藤でございます。お手元にですね、原子力放射線業務従事者被爆線量登録管理制度の概要という資料がですね渡っているかと思います。これに沿ってですね、登録制度というのはどういうものかということについてちょっとお話しさせていただきたいと思っています。まず1番目、まあ、この制度の発足なんですけれども、この原子力のですね被爆線量登録管理制度というのは、まあ、昭和、ここに書いてあります昭和53年2月に始まりまして、手帳制度の方は54年4月にですね年度の変わり目からですね開始されております。これが、発足した経緯といいますのは、これも昭和50年代になりますと、各地にですね原子力発電所が増えてまいりまして、それに従ってですね、たくさんの発電所で働くたくさんの放射線従事者の方々が増えてきます。ということになってくると、やはり全国規模で、個人被爆線量を一元的にですね把握する体制がないとですね、あちらの発電所こちらの発電所で働いた方の結局どのくらいの被爆なんだということがわからないだろうということでですね、この発足の時には当時の科学技術庁がですね、検討会を開くなどですねいろいろ問題点が整理、なさいましてですね、それで昭和52年にそれではこの財団法人の放射線影響協会に、その中心となる放射線従事者中央登録センターを設置しようということになりまして、まあ、こういう53年54年に制度が始まったということであります。で2番目に被爆線量登録管理制度と一口に言いますけれどもですね、今53年に原子力の登録制度を開始してからですね、中央登録センターで運用している制度というのは3つございまして、原子力で働く方々のための登録制、それから除染の方々の登録制、それから被害検査などの放射線同位元素を扱う方々の登録制度、この3つありますけれども、本日はですね、原子力施設で働く方のための線量登録制度を中心にご説明いたします。3番目にですね、じゃあ、この被爆線量登録管理制度の目的ということでございますけれども、先ほども申し上げましたように、とにかく一人一人の従事者をですね、正確に全国規模でですね、把握していくためには、まず従事者の ID をですね、確認して、それを登録していただかなきゃいけないと。ID を登録した上でですね、従事者一人一人の被爆線量を正確に全国規模で一元的に、管理していくと、こういうことを目的にしてございます。で現在ですね、この制度参加事業者として、電力会社、東京電力はじめ電力会社、それから燃料加工会社、日本原燃といったですね、商業的な原子力の会社の他にですね、日本原子力研究開発機構という、研究機関、
それから東芝日立の原子力メーカー、こういった会社さんがですね、資金を出し合ってですね、運営しているという、まあ、本当に民間の制度でございます。で、後ろのページめくっていただきましてですね、登録管理制度の特徴ですけれども、何回もあれになりますけれども、とにかく、一人の人を確実にですね、補足して、そこに線量をですね、集めていかなければいけないということなので、運転免許証などのですね、公的証明書で ID を特定して、中央登録センターにデータベース、これに登録していく。で、合わせて手帳を、放射線管理手帳を発行するということが一つあります。それから登録、その方を登録いたしますとですね、その唯一の中央登録番号というものをですね、一人一人につけますので、それをキーとして、中央登録番号をキーとして一人の線量に、一人の働いた線量でもですね、そこに集約できると。それから制度にですね、参加するその原子力事業者でありますとか、統計事業者といった方々の事務所にはですね、当センターからのシステム端末がございまして、これから働く従事者の被爆線量等をですね、の、まあ、事前に検索も可能であるということになります。それから放射線管理手帳なんですけど、こちらの方はですね、実は雇用事業者が書き留めていきます。あと出てきますけども、この登録制度の方にですね、原子力事業者から入ってきます被爆線量というのは年1回の登録になりますので、その間を保管するためにですね、最新の記録を雇用事業者がですね、書き込んで、それを持ってですね、従事者は放射線施設の方に出向くと、提示するということになっています。で、この放射線管理手帳というのは現在、除染の制度も始まっておりますので、原子力と除染の両制度で共通で、使用してございます。5番目の方ですね、従事者の登録ですけども、従事者の登録の方は雇用事業者がですね、初めて原子力施設において放射線業務を従事する社員、について登録管理制度に登録していただきますけれども、登録項目としては、まあ、氏名、漢字、かな漢字の氏名ですね、が生年月日、性別、こういったものがキーになりますけれども、それから日本人か外国人かという区別も登録していただいております。それから登録申請は従事者の ID を特定できる資料、運転免許証などを添えて、放射線管理手帳発行機関という各地にですね、我々の方から、まあ、委任をしている従事者、委託って書いてあるんで委任なんですね、委任をしている従事者に申請していただいて発行してもらうということになります。で、従事者には中央登録番号が付与されて、中央登録センターのデータベースに登録されるということになります。6番目、登録管理制度への被爆線量との登録でございますけれども、各原子力施設の端末から我々のところにあるデータベースに登録されるとしていただくということになりますけれども、線量のほかにですね、従事者のですね、まあ、いつ働き出して、いつ終了したか、これは、原子力発電所では指定とか指定開始とか言ってますけど、作業開始の年月日、作業終了年月日、こういったものも登録されます。それから線量の方はですね、その施設ごとに、前年度1年間の比較線量、これ実行線量という1個の線量なんですけども、これを、登録していただくと。で、このデータベースに入ったものは経歴照会が可能になるという。それから、ちょっと混乱するかもしれませんけれども、そういう、データベースに登録するですね、データとしての線量のほかにですね、実は各原子力施設から、法廷のドキュメント記録ですね、書類となった記録もですね、引き渡していただいている。法廷のという意味はですね、例えば原子力でしたら原子力と規制法で、その漏水地帯に義務付けられている、作ることを義務付けられている記録と、そういう意味でございますけれども、そういう正式な記録をですね、我々に引き渡していただく。
で私我々の方はですね、実は、原子力規制委員会の方からですね、そういう、法令記録のですね、保存機関として指定もいただいているということになりまして、こちらの法令記録の方はですね、我々の方でマイクロフィルム化して事業者に代わって保管しているということになります。で、全てのデータとか記録は先ほど言いました中央登録番号キーとして個人ごとに集約してあるということになります。それから7番目、日記で、登録情報の利用ですけれども、我々のデータベースに入ってきましたそういうデータにつきましてはですね、制度参加事業者で共同利用してございまして、従事者の被爆履歴の検索といったものに利用できるようになってございます。ですから新しく入ってきたですね、従事者の、事前前歴線量をですね、ここで、チェックできるという機能がございます。それから、先ほどの労災の話がありましたけれども、本人への情報開示という役目がございます。これは従事者本人からですね、請求ございましたら、我々が保管している個人情報、先ほどのドキュメント記録もデータとしての記録も全てでございますけれども、こちらの情報をですね、全てその本人に、開示するということをしてございます。それからデータ利用といたしまして、従事者のですね、占領統計資料、こちらの方を統計会のホームページ等で公開しております。それから国が実施してございます、低線量放射線による人体の影響に関する疫学的調査というのを国やってるんですけども、そちらについて被爆線量などのですね、情報を提供してございます。で、あと後ろの方にですね、いくつか図をつけてございますので、ちょっとご覧いただくとですね、まず一番最初の図は原子力登録管理者の流れということで、私がちょっと今、で説明したものがですね、漫画にしてあります。雇用事業者、その社員がですね、原子力発電所に行くためにはですね、その前に手帳発行機関というところにですね、従事者登録をして、中央登録番号をもらう。これは我々のセンターのサーバーから番号を出しますけど、それをつけた手帳を持ってですね、そういう中等番号とかですね、こういう事業者が書いた記録を書いたですね、手帳を持って原子力発電所に行って、従事をするということになります。で、原子力発電所からですね、我々のところにはどういうデータが来るかというと、その方がいつからいつまで働いていたんだよという、記録データ、それから、定期線量登録といいますのが、先ほどの年度線量として、その発電所で結局1年間でどのくらいの線量があったのっていうのをですね、これはデータベースに入れていただくと、計算可能な線量として入れていただくと、それから、法定記録の引き渡しということでドキュメントを引き渡していただくということでございます。それについて我々の方が記録の保存管理をしていくということです。それから下の方にですね、このページとそれから裏のページも続きありますけれども、放射線管理手帳って聞くと皆さん名前は最近はですね、お聞きになった方も多いかと思いますが、どんなもんだろうかということなんでちょっとつけてみましたけれども、実はこれ実物こういうもんでしてですね、これどっかでご覧になったことありますね。これ銀行のですね、通帳と全くそれを流用してございます。で、中身はもちろん違いますよ。中身はですね、コンテンツはここに、資料に書いてあるようになってますけれども、このページを開いていただくと、まず個人識別項目がですね、書かれるページがあって、写真が貼られて、それから先ほど言った中央登録番号というものが書かれて、氏名名前がこう書かれる、こういったものがまずページとしてある。それからこの手帳が作られる前までにですね、どのくらい被爆してたんだいというような被爆前歴のページ、あとここにはですね、この手帳を持ってからですね、結局1年ごとにどのくらい被爆したのだというようなことも書けるようにしてあります。これを持って発電所に行くと、じゃあ今まで去年まではどのくらい線量があったんだなということが分かる。それから後ろのページですけれども、
ですね、まず F って書いてある一番上のページですね、こちらの方は雇用事業者がですね、いつからこの人をですね、放射線作業に従事するように指示したんだという日付が入りまして、さらにこの方は電離健康診断、従事者のためのですね、特殊健康診断を受けなきゃいけませんので、ちゃんと受けましたよ、 ABCD って書いてあるの、項目はアルファベットで書いてあるんですけど、こういったものをちゃんと受けてますよというようなことを、書いています。それでその次の G 欄という真ん中のページは、これはその例えば原子力発電所だったら、原子力発電所で働いた線量をまた雇用事業者がですね、ルール、最新のデータとして書いていくというページでございます。でその他にその一番下にですね、H 放射線教育歴ってありますけれども、放射線防護教育をですね、この従事者が必ず受けなければいけませんので、これがちゃんと受けてありますよと、有効な日にちで受けてありますよっていうのが確認できるように、教育歴が書かれると、こういうふうな仕組みになっています。こういうものを持ってですね、従事者が発電所に働きに行くというところのご紹介、以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ではこの次からはちょっと F1 の問題に入りますので、ここまでのところでですね、今までお話しいただいた渡辺さんから、例えばこのいろいろ労災認定なさるときに放射線従事者の中央登録センターのデータの、活用ができるものなのかどうか、あるいは伴さん恐縮ですが、原子力資料情報室でずっとこの問題を扱ってこられたので、何かそれに関するコメント、ここまでのところで渡辺さんからはご指摘やご質問いただいて、で次の進めに行きたいと思います。梅田さんの裁判の時に放射線従事者の人が証言しました。その中に自分、その方 もう本当に満身創痍です、ごくいろんな病気を抱えていました。それで労災は考えなかったのかって聞いたときに、このセンターが立ち上がる前のデータが不明 で会社側に問い合わせても全然それはないっていう、もうデータなんかないということで、労災申請できないっていうふうに言ってました。でその立ち上がる前 のデータはどうなっているんですか。ですね、先ほど昭和53年に、制度開始になったんですけども、そうすると53年度以前の線量は確かにね、どうなってたかっていう疑問になりますけども、ですね、この立ち上がるときはですね、実は電力会社さん、発電所からですね、それまでの線量記録をですね、事前に、発足前にいただいて、それを登録したということになっています。ですから ですから53年以前はないということじゃなくて、その以前の線量として登録されたものが入っているということになります。はい、あと登録の総数はどのくらいお持ちなんでしょう今。人数としてですね、はい、ID でですね、はい、60数万人ぐらいの人数が入っております。はい、あと確認ですが、これにデータを入れるのは、雇用事業主がその方 の被爆線量を、働いている方の被爆線量を記入するんですよね。ですね、雇用事業主が記入されるのはこの手帳の方なんです。はい、手帳の方で、それで我々の方にですね、そのデータとして、そのサーバーの方に入れる、あるいはドキュメントとして入れるというのは、その電力会社、発電所の方がですね、発電所として記録した記録を我々の方に入れてくるということになります。そうすると手帳と皆さんがその電力会社から直に来たデータとの突合っていうのはされてるんでしょうか。その片一方はまた2時か3時かどこかの企業で働かれ
ている方 で電力事業者は電力管理の放射線管理の立場から働いている方の情報を入力すると。で雇用主の方は、まあ、他の手段で必要な情報を、まあ、記入手帳にしておると。ここには差はないんでしょうか。ですね、まあ、どういうふうに評価しているかはちょっと実際には発電所側に聞いていただきたいんですけれども、実はですね、電力発電所とのそれから雇用事業者さんの間でですね、線量、この人の線量をじゃあどのくらい何と評価するかと、10でいいのか1でいいのかというのはですね、確定評価される前にですね、標則を取ってですね、じゃあ線量計通り1でいいんだねということで線量を確定しているというふうに聞いてございますので、基本的には原子力発電所さんが把握している数字と雇用事業者さんが把握している字は違っていないんであろうと。で、手帳にですね、雇用事業者さんはその数字を書いてくるわけですけれども、でこの書いた手帳はですね、また今度は発電所に行くときには持ってきますので、その時にですね、また比較チェックが行われるので、基本的には違っていないんだろうと我々は思っております。バンさん、いいですか。ごめんなさい、すみません、少し、はい、ごめんなさい、そこで LCF プレスの足取りといいます。福島第一原発の作業をずっと取材しているのですが、去年の8月から現在まで、ごめんなさい、すみません、福島第一原発では放射線管理手帳とセンターの数字の間の齟齬がトータル8件あったと。そしてその1件につき何人あったかは1社につき複数人のケースもあるので、そのセンターと交換手帳の数字の齟齬というのは現在は発生しています。でそれがトータル何人齟齬があるのかというのも、その労働者の方が交換手帳を持っていて、でセンターから取り寄せた場合、別現場で働こうとして取り寄せた場合に労働者本人が齟齬に気づき問い合わせたというケースなので、実際現場では齟齬は発生していて、トータル何件かというのは東京電力としても把握していないという回答は得ています。すいません。はい、ありがとうございます。まあそれが現状だと思いますがバンさん何かおありでしょうか。これ手書きの、今もうすごいデジタル化してるわけですよね、ものがね。したがってその、電力会社から来るデータというのはデジタル化されたデータなんですか。で今 の管理手帳を見せてもらったやつ、そこにあるのはみんな手書きをされていますよね。そうするとその中で、まあ、さっき齟齬の話もあったけれども、いろいろとその線量について、まあ、昨今 隠蔽とかデータ改ざんじゃないけれども、いろいろとその違う数字を書くこともできちゃうわけですよね。その辺のところをきちっとその実態というものが正確に誰が把握しているのかというのは、この世界は分からなくなっているように思うんです。そこのところを、まあ、これから厚生労働省の東電の方も来ているんで、その話になるかもしれませんけど、どういうふうに改善していったらいいというふうに考えていらっしゃるのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思うんですよね。実態が、まあ、別の言い方すれば、実態聞くと、実態で見ていくと、例えばその自分は線量がもう目いっぱいになってきているんで、ちょっと他の人の借りてやったとかですね、もういろんな話が入ってきている。それは本当はきちっと管理していかない、個人個人で管理していかないといけないんだけど、この形式的な管理と実態がどうもかけ離れているように思う。そこを埋める作業をしていかないとダメだと思うんだけど、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。ですね、はい、実は中国登録制度の役目としては、そういう発電所でですね、評価された線量をですね、登録していただくと、でそれをですね、散逸しないように我々の方で、ずっと保管していくというのが実は役割になっておりますので、その評価段階のところはですね、ちょっと我々の方ではですね、どこというところではないんですね、残念ながら。評価でじゃなくて齟齬がやっぱりあるっていう指摘が結構あるものですから、私も聞かせていただいたんですね。で片っぽは手書きですよね。で片っぽは入力は、まあもう今ですと
パソコンというかコンピューター処理されてあるんだと思うんですけれども、これ今も手書きなんですよね、手帳の方は。はい、今もあの手がほとんどのところは手書きです。ですから先ほども言いましたようにですね、その手書きのする段階でですね、線量が出た段階で、その原子力発電所からですね、あの雇用事業者あるいは統計事業者に対してですね、この線量を評価してくれという、話がいくはずなんですよ。それで、じゃあ線量計が1だからじゃあ1にしましょうねということで、お互いですね、そういう話し合いのもとに、うん、まあ話し合いっておかしいですね、手順のもとでですね評価がなされているというふうに我々考えております。はい、あのではちょっとすいません、他にもお話があるのでまたあの後ほど総合的に論議していただきたいと思います。で次に、まあ、緊急作業に従事していただいた緊急作業従事者の長期的な健康管理の実施、これはあの、事故直後被爆限度量を引き上げた時の従事者約2万人緊急産業従事者についてどのような管理があるのかということと、それから東電の福祉作業員全体の被爆管理の現状ということで、恐縮ですが5分ほどでお願いをいたします。衛生部労働衛生課の連邦放射線労働者健康対策室長でございます。私の方からはですね、お手元にある1枚紙4面のですね、資料を準備させていただきました。簡潔にということですのでですね、まずですね、最初に東電福島第一原発作業員のですね、被爆線量管理の現状、こちらの表側をですね、簡単にご説明申し上げたいと思います。これですね、私どもはですね、労働安全衛生法のですね、電離放射線障害予防止規則の中ではですね、被爆限度をですね、通常時には1年間につき50ミリシビルと、かつ5年間につき100ミリシビルと超えないようにしなければならないと、まあ、このようにされているところでございます。また緊急作業時にはですね、1年間につき100ミリシビルと超えないようにしなければならないと、まあ、されている状況でございます。まあ、そういった中ですね、東京電力第一福島原発における被爆のこの状況でございますけれども、この表1につきましてはですね、これ平成23年の3月11日からですね、約5年間、平成28年3月までのですね、累積の被爆線量をお示ししたものでございます。このデータ自体はですね、東京電力が毎月あの公表されているものをですね、私どもの方でこう それ足し算して集計したというものでございます。これ5年間でですね、実人数、これ4万6974名、表にございますけれども、従事されておられたわけでございますけれども、まあ、この中でですね、100ミリシーベルトを超えた方、というのはですね、174名、そのうち250ミリシーベルトをですね、超えた方というのがですね、まあ、6名ということでございまして、まあ、ここにお示ししている通り、最大の被爆線量は、この時678ミリシーベルトという状況でございます。またですね、これちょうどあの東電の社員と協力会社を分けてですね、お示ししていますので、合わせてご説明申し上げますと、東電社員の方ですね、最初の5年間についてはですね、平均が 22.43 ミリシーベルト、に対してですね、協力会社 11.76 ミリシーベルト、まあ、このような状況になってございます。でここでちょっとですね、後ほど出てくる緊急作業従事者の話も合わせてご説明申し上げたいんですけれども、私どもが言う緊急作業従事者というのはですね、平成23年3月11日からこう同年平成23年のですね、12月16日までの間、この間にですね、緊急時被爆線量の限度をですね、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げてた、この時期に緊急作業に従事した方、約2万人の労働者のことを言います。ですので、この、緊急作業従事者で見ますとですね、この内数ということになるわけでございますけれども、その2万人のうちですね、後ほどご説明、裏でご説明しますが、50ミリシーベルトを超えるものというのがですね、910名、で100ミリシーベルトをですね、超えるというものが174名、で250ミリシーベルトを超えるものがですね、まあ、6名と
というような状況でございます。ただ裏でですね、910の部分が902になっておりますけれども、これにつきましてはですね、海外在住とか亡くなられた方、そういったものを除く対象者ということでですね、裏の表では902名ということでお示しさせていただいているところでございます。表についてはですね、平成28年4月から30年3月の最近の状況ということでございますので、説明は割愛させていただきたいなと思いますけれども、最近はですね、東電社員よりですね、協力会社の方がですね、平均、被ばく線量は高くなっているというような状況がございます。裏のですね、資料をご覧いただきたいんですけれども、裏の方が緊急作業従事者のですね、長期的な健康管理についてということで、準備させていただきました。これですね、平成30年3月末現在でですね、今現在、1万8000ですね、緊急作業実施はですね、ここにお示ししてありますようにですね、約2万人と先ほど申し上げましたけれども、1万9808人ということでございます。でですね、私どもですね、緊急作業従事者ってどのように長期的な健康管理しているかということでございますけれども、平成23年のですね、発災当時はですね、緊急作業に従事する方ですね、通常の放射線業務とは異なる環境下、というような状況でですね、緊急性の高い、作業にですね、従事されているということでですね、心身の長期的な健康にですね、不安を感じるということ、あるいはこう放射線へのですね、被曝により、中長期的にですね、健康障害の発生リスクが高まることが懸念されていると、懸念されたと、そういったことからですね、労働者に、対しましてですね、長期的な健康管理を行うこととなったというようなものでございます。その経緯でございますけれども、原子力災害対策本部、23年5月17日にですね、緊急作業に従事したですね、すべての作業員についてはですね、離職後を含めて、長期的に被曝線量等を追跡できるデータベースを構築し、長期的な健康管理を行うことということがですね、そういった、政府全体で示されて、そういったことを踏まえまして、厚生労働省の方ではですね、平成23年にですね、検討会を設置し、議論をし、それを取りまとめですね、大臣指針というものを策定し、それに基づいてですね、長期的な健康管理を行っているというようなものでございます。それって一体どういうものかといいますとですね、この表で、この資料でいうとですね、上の枠のですね、右の点と、ボツ3つある点ということでございますけれども、これらの、これらのですね、緊急作業実施の方々がですね、まずはこう所属するですね、事業者等からですね、労働安全衛生法令に基づきまして、被曝線量とかですね、健康診断結果等をですね、報告させると、そして私どもとして普段の状況把握に努めるということをさせていただいております。また、労働安全衛生法に基づきましてですね、事業者に実施が義務付けられている、健康診断以上の健康診断の、受診勧奨の実施、そして電話によるですね、健康相談窓口の設置等によりましてですね、長期的な健康管理に、取り組んでいるというような、状況でございます。そういった中で、健康管理のですね、健康診断の内容につきまして、この資料の下の方にお示ししているところでございます。この全てのですね、緊急作業従事者におきましてはですね、法令に基づく健康診断、労働者であれば法令に基づく健康診断を実施、そしてですね、メンタルヘルスケアを含めた、健康相談、保健指導実施という枠組みがございます。この A に加えましてですね、緊急作業従事期間の中で、50ミリシーベルトをですね、超えたというですね、緊急作業従事者のうち連絡が取れる方902名につきましてはですね、白内障にですね、関する目の検査を実施するということを、こととしてございます。でさらにはこの A、B の、に加えて、そのうちですね、100ミリシーベルトをですね、この超えた、緊急作業従事者、これ174名でございますけれども、この方々を対象といたしましてですね、がん検診、これは胃、肺、大腸でございますけれども、そういった検診と、そして甲状腺の検査をですね、実施するという、そういう枠組みでですね、私どもといたしましては、長期的な健康管理に、取り組んでいるというような状況でございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。確認いたしますが、1万9808人のうち、お亡くなりになられた方の数と、その、病名、あるいは、労災認定などの、お分
かりになる限りの数値はどうでしょう。この19,808人の方の中にはもちろん死亡ケースもあり、さまざまな死因もあると思うのですが、まあ、特に放射線に起因するような疾病で亡くなられた方がおありなのかどうかというようなことはどうでしょう。はい、ご質問ありがとうございます。私どもがですね、まあ、管理する長期的健康管理、というものにつきましてはですね、これデータベースを用いてですね、労働者、緊急作業従事者がですね、自ら情報をですね、参照し、健康相談しするためにですね、構築しているというものでございます。今の、ご質問であったですね、こう亡くなられた方の数、というですね、あるいはそういった亡くなられた方の、病名等々につきましてはですね、私どもはこの緊急作業、従事者の長期的な健康管理の枠組みとは別にですね、こういったデータを提供いたしまして、疫学研究班という中でですね、疫学研究を実施して、実施をお願いしたところでございます。これ実施研究機関はですね、放射線影響研究所、これ広島にある研究機関でございますけれども、こちらを代表のですね、研究機関としてですね、そちらでさまざまなデータの解析についてお願いしたところでございますので、まあ、現時点におきましてはですね、そういった情報についてですね、持ってないという状況でございます。だって現時点ってもう7年も経ってます持ってないなんてことはちょっといかがかと思います。7年も経ってるんです。ご存じないということは、長期的な健康管理という中にはもちろん死亡者もあって当然ですし、その死因が分かっていない、把握してないというのはちょっと信じられませんけど、そういう発言は。それゆえに先ほどから渡辺さんが一例一例聞いて、本当に血のにじむような努力をして、これまでの労災あるいはその方の状況を聞き取りして、これまでもやってきたわけですね。でこれ長期的な看護管理についてという国のミッションですよね。その中で一体何人亡くなられたのですか、関連した死亡はありますかって伺ってて、疫学調査も結構です。結果を教えてください。繰り返しになりますけれども、私どもの健康管理の体制あり方につきましてはですね、私ども検討会のですね、議論を経てですね、ご本人が、きちんとですね、退職後においてもですね、きちんと健康をですね、長期的に管理できる、そういう体制を構築しようということでですね、そういったデータを、入手し、そしていつでもですね、そういった、緊急作業従事者の方々にですね、情報を提供できるように、構築したものでございますので、そういった立て付けとは別にですね、疫学研究班におきましてですね、さまざまな疾病の原因とかですね、影響とか、そういったものはですね、比較的にですね、長期的に研究をしてですね、進めていくということでですね、7年も経ってたら結果は出てるでしょって言ってるんです。7年ですよ。冗談でしょ。冗談でしょ、本当になんでこの場で当然聞かれることですよ。準備しようとしないんですか。もう結構です。そうさっき以上の答弁がないんであれば、亡くなられた方がいたのかいないのか、原因が何なのか、労災認定がどうなのか、ちゃんとおっしゃるべきですよ。死亡を含めてですね、そういった原因については疫学研究班しっかりですね、これからもですね、準備をしてしっかり解析をしていくということでございますので、これまでを聞いてるんです。これからも出るでしょう。本当に不誠実です。現時点が知りたい。私が怒ってもしょうがないのでここで、ここまでのところの議論をさせていただいた後、外国人の技能実習生が、被爆労働していたということで話を他に変えますが、ここまでのところ被爆管理全般についてご出席の議員の方からのご質問、あるいは有識者の皆さんからのご指摘あれば、あるいは発表された方同士の質疑でも構いません。お手を挙げてお願いします。
やっぱり線量で区切られたり、期間はやっぱりあの、2011年の12月16日まで、やっぱりそれ以外、それから以降 の、 あの労働者についてもしっかりこの点は考えてほしいと思います。とても不十分なあの健康管理の長期的な健康管理、本当にこれだけで済ませるわけがないと思います。あの厚生労働省の方にさっきのその回答に対してちょっと単純な質問なんですけれども、あの今聞いてると全く丸投げ状態になっているんですが、厚生労働省としてはそれは知ることができるんですか、それとも全くノータッチで放映権の方に渡しているんですか、その辺はどうなんでしょう。はい、疫学研究についてお答え申し上げます。まあ、疫学研究はですね、主体としてはあの放映権の中心としてですね、疫学研究班が実施しているわけでございますけれども、私どももですね、疫学研究班の班会議にオーザーバーとして参加しですね、議論に、こう加わるとともにですね、私たちとして行政としてですね、お願いしたいようなこともですね、あのお伝えしているところでございます。合わせてですね、先ほどの話ちょっとお時間なかったのでご説明しませんでしたけれども、死亡のですね、原因を探るためにはですね、人口動態統計という統計のですね、あのですね、死亡診断書から移された戸表というのをですね、入手しなければいけないという手続きがございます。で、研究班にお聞きしますとですね、この研究手続きがですね、その利用のですね、手続きが許可が出たというのがですね、遅くなっているということでですね、まだあの現在、データとしてですね、発表できる状態ないということでございますけれども、許可はもう出ているということでございますので、今後はですね、そういったデータについてもですね、対外的に公表していくことが可能であるというふうに私も私は考えているところでございます。疫学調査っていうのは結構時間がかかると思うんですが、どれぐらいの期間でやろうとしているんですか。疫学研究につきましてはですね、ご指摘の通り、特に放射線の場合はですね、潜伏期間、長い期間を置いた後にですね、症状が出るということがございますので、疫学研究班、基本的にですね、疫学研究班が、研究室作業実施の方々に、申し上げているのは約30年ということですけれども、研究班のその、補助金の制度なんですけど、この制度についても最初の公募段階からですね、5年を一区切りとして継続して、継続するということでですね、公募という形で競争的に複数の、応募があり、その中であのね、はい、何年やるんですかって聞いてるんです。何年の計画ですか、5年ごとに何年やるんですかって今聞かれたんです。5年経ったらまた考えるということですか。いや違います。基本的にはその緊急作業従事者の方々が、ずっと追っかけてですね、基本的に 何らかの影響あるないというのがですね、判断できるまでですね、しっかり追っかけてですね、研究を続けていくということでございます。はい、本当に最後に確認したいんだけど、そうすると厚生労働省としては一応そのそれぞれの人の健康管理の状況についてはこの緊急作業従事者について知り得る立場にあって、知ろうと思えば知れるということですね。あの疾病は別にがんだけじゃなくていろいろあると思うんだけど、そういった健康上の情報についても知り得る立場にあるというふうに理解していいんですね。もちろん疫学研究班を通じまして、トータル の個々の情報ではなくですね、ある程度個々の情報が隠された個人情報が十分保護された形のですね、情報については今後入手可能であるというふうに考えてございます。はい、まあ、あの先ほどの渡辺さんのご指摘はそれが2万人でなく、ここの4万6974人全員にあの渡るべきだというご指摘のあったことも、厚労省としては、まあ、これ全く余分な被曝なわけですから、事故なかりせばなかったことですから、きちんとあの肝に銘じていただきたいと思います。あと、放射線のこの測定に関わることで、先ほど、原発関連施設で働く方は電力会社が、まあ、あのきちんとデータを、まあ、入力し手帳を持つと、除染作業の方の被曝については電力会社がこれ入力するって言ってもありませんので、
除染作業者の入力というか、これは、どういうふうに管理されてますでしょう。除染登録制度はですね、もう参加事業者もですね、全く違いますので、まあ、別個のですね、除染登録制度というのを立ち上げてます。そうしますとですね、どういうものかというと、除染 のですね、特別地域ってありますよね、こう扇形で背後にするのみたいな。あの部分のところはですね、非常に線量が高くて、まあ、いわば管理区域並みの線量だということで、我々としてもですね、そこのところは原子力発電所並みのですね、登録をするように計画を設計、制度設計を立てたわけなんですけども、これの参加事業者はですね、そちらの除染特別地域のところは主には環境省から除染の工事の委託を受けているゼネコンさんを中心とした JB なんですね。でご案内のように、まあ、ゼネコン小さな事業者がたくさんいらっしゃいますので、そこに一つ一つからですね、放射線記録をというのはなかなか難しいございますから、我々としてはそのゼネコンさんからですね、それ一括してその記録 のデータをですね、除染特別、制度のサーバーの方に入れていただく、それから同じようにドキュメントの記録を集めていた送っていただくと、そういう仕組みを作ってございます。そうするとますます手帳とその入力されたものの突合ってますます難しいですね。だってゼネコンさんが一括して手帳を管理するわけではなくて、雇用事業主がなさいますでしょう。で、入力はゼネコンさんですよね。これどうやって突合してるんですか。ですね、なかなかそれ本当に難しいところだと思います。でね、原子力の場合はもう長年ですね、原子力発電所で付き合いのある事業者のような方が多くございますから、手帳の扱いも慣れてるんですけども、確かにですね、除染の方はもう、まあ、初めてですね、放射線を扱うような事業者さんが多くございますので、実はその我々もその制度を作るときにですね、どうしようかと悩みまして、要するにその手帳の書き方も含めてですね、まずはJV の一番上の会社が責任を持ってもらいましょうと。でそのゼネコンさんならゼネコンさんが、まあ、直接やってもいいですし、手慣れた例えば原子力作業そういう放射線管理経験があるような事業者に JV に入ってもらってやってもらってもいいでしょうし、とにかくですね、下の方の会社さんのですね、いわば何て言いますかね、面倒を見るというところをですね、もう本当に制度の中に入れて、契約の中に入れてやっていただいているというところでございます。はい、分かりました。では公団のですね、公団は実はこの間発覚した外国人の技能実習生の被曝労働問題ということで、東電にもお越しいただいていますが、それに入る前に除染労働ということにも外国人が実は現場で働いているということで、このことに関して佐々木史郎さんの方からお話をいただき、また今ちょっと私の伺いました占領管理とかはどうであるかという問題にも合わせて研究していただけたらと。ご紹介いただきました全統一労働組合書記長の佐々木です。全統一労働組合というのはですね、中小企業を中心とした個人加盟の労働組合です。私たちはもう30年にわたって外国人労働者の相談を受けています。技能実習生だけではなくて、さまざまな在留資格の労働者の相談も扱っております。さて今日のテーマなんですけれども、技能実習生が除染作業にということです。でまず事実関係だけですね、ざっとお話をしたいと思います。皆さんのお手持ち配布された資料に、除染作業に技能実習生という日本経済新聞3月6日付の、ね、特許が配布をされています。実は私たちが知る限りでは、技能実習生と除染作業を結びつけた報道というのはこれが初めてということになります。
この日経の記事は非常に大きな反響を呼びまして、当該新聞社だけではなくて、多くの全国紙、地方紙、それからテレビなどなどでも報道されたところです。で、これが第1例目なんですね。で、第2例目は今日配布はされてませんが、4月の18日のやはり日本経済新聞、別のベトナム人実習生がやはり除染作業に従事をしていたという記事が掲載されました。で、こちらは3人ですね。で、第1例目の方は当該は1人です。それから、第3例目として、5月1日の毎日新聞、これも今日の配布記事に掲載されていますけれども、東京電力福島第一原発所の、敷地内で技能実習生6名が従事していたという記事が掲載されました。この3つの事例のうち、1番目と2番目は全統一労働組合に相談があり、全統一労働組合が今問題の解決のために労働組合として活動している事案ということになります。で、この新聞報道を受けまして、これは3月6日がスタートですけれども、翌週の3月14日、同じ国会議員会館の中で私たちは緊急の報告会を開催をいたしました。合わせて記者会見も開き、大変多くの国会議員の皆さん、それからマスコミ関係の皆さんにご出席をいただきました。で、このマスコミの報道も、この報告会、これは本人が自分の経験思いを直接述べるということがありまして、多くの新聞テレビで報道されたところです。で、この3月14日に実はくしくも同じ日だったのですが、これもお手元に資料がありますけれども、法務省、厚労省、それから技能実習機構の3社連名で、技能実習生とそれから除染作業の関係についての通知文書が公にされたということです。さらにその2日後の3月16日に、技能実習生は除染作業をさせない、これが閣議決定をされたということがありました。この閣議決定の内容は、この行政通知の内容を踏まえたものということになります。さらに国会でも質問し、政府がそれに答えるというふうなこともありました。さて、それぞれ細かいことはですね、時間がありませんので省略をいたします。まずこの第1例目と第2例目なんですけれども、大変多くの不正行為あるいは法違反、こういったものが発覚しています。まず第一にですね、本人たちには事前の除染作業に従事するという事前の説明は全くなかった。本人の納得了解なしにその作業が強制された。これが非常に大きな問題です。それから2番目にですね、被曝労働に必要な対策がなされていなかった、こういう大きな問題があります。まず除染作業に関しては、電力特別教育が義務付けられていますけれども、第一例目は全くそういったことを行ってなかった。これは日経の記事の中にも出てきます。いや、教育はした、マスクの付け方を教えた。これが特別教育の内容だというふうなですね、開き直りを実は検証しています。で、第2例目はですね、これは実はもっと、罪が重いかもしれません。現場に入るためには特別教育を受けたというその受講修了書が必要なので、ここにサインをしろと。実際に教育をした事実はないにもかかわらず、受講修了書にサインをさせたというふうに私たちは思っています。まあ、そういうようなことが、なされ、さらにですね、先ほど線量測定、放射線管理手帳の話が出ましたけれども、第1例目のベトナム人はですね、郡山市の除染作業以外に、その当時はまだ危険区域と指定されていた福島県の川俣町、あるいは飯舘村、こういったところで、国直轄の工事に従事もしているわけです。これは末端の下請け、企業というふうなことで参加をしているんですが、ここでは放射線管理手帳への
記載が義務付けられていました。しかしこの奉還手帳を会社は本人に何らその存在を明らかにすることもなく渡してもいなかったということが発覚をしています。私たち労働組合の追及によってその奉還手帳は本人に渡ることになったのですが、しかしこれ実は放射線管理手帳も問題があるかというふうに思うんですけれども、日本語なんですよね。で本人が見ても何のことだかさっぱりわからないと。でこれが奉還手帳の一つの問題点ではないかなというふうに思います。でそれから3番目、でこの2例ともですけれども、非常に低賃金で酷使をされていた。1日約6000円です。1日働いて6000円で、これはですね、ハローワークで今除染作業員募集というふうなことで、聞くところによれば大体1万6000円から2万円の日当で募集をしているけれども、なかなか集まらないと、そういうことのようです。しかしこれは6000円でこのベトナム人たちは働かせることができると、大変その、業者にとっては美味しい話だというふうにも考えられます。でさらに美味しいのはこの第1例目、これは川俣町解体工事で約50日間、働いているんですけれども、ここにはですね、環境省から1日あたり6600円の特別手当、いわゆる危険手当が支給されているんですが、実際に本人に渡されたのは2000円だけであったと。これも会社は認めています。でこの2000円を受け取った時に、その本人は会社の社員にこれは何のお金ですか、そうしたところがこれは危険手当だよと。じゃあ危険なことをしてるんですか私が、いや嫌なら帰ればいいだろう、こういう一連のやり取りがあった。でこれが実は私たち労働組合に相談をしたきっかけにもなってるわけです。でこういった低賃金でのその搾取酷使、こういったものが常態化していたということがあります。でそれから4番目ですけれども、そもそも契約以外の業務をやらせたというふうなことで、これは技能実習制度の中でも大変問題のある重要な不正行為だということがあります。で第1例目は機械施工解体土木ということで、確かに除染でも機械は使うかもしれないしというふうなことはあるんですけれどもね、そもそも契約に除染作業というふうなことは一切触れられていない。で第2例目の方はもっと悪質で、その3人が来たのは鉄筋、これ、それぞれちょっと違うんですが、鉄筋工、片枠工として来てるんです。つまり建物の土台をですね作る、そういう技能を学ぶために来てるんですが、これは本人たちの主張です。日本へ来てそういう作業は一回もやったことはない、もっぱら除染作業を中心に働いていて、働かされていたと。で、問題はじゃあその技能実習生、除染をしていいのか悪いのか、こういう法違反がなければやってもいい、やらせてもいいのかというふうなことだろうと思います。で、私はですね、この技能実習生というのはですね、通常の労働者ではないというふうなことをですね、はっきりと考えなければいけないなと思うんです。で普通の労働者というのは、会社と労働者が1対1、契約の自由という原則の上に、雇用契約を結ぶということだろうと思うんですけれども、この技能実習生はそもそも会社を選べないんです。退職する自由もない、転職する自由もない。だから除染作業をするのだという時に拒否する自由がないんですよ。だからそういう実習生にやらせていいはずはないというふうに思うんです。もちろん日本語の、ほとんど日本語ができないような状態で日本へ来るわけですから、たとえ特別教育を受けたとしてもそれは当然理解ができない。奉還手帳を交付されたとしてもそれも理解はできない。そういう中で本人の理解や納得ということが全く無視されているというふうな中で行われざるを得ない、そういうふうなことがあると思います。でさらにですね、これ日経新聞にも出てますけれども、もし除染労働だというふうなことを聞いていたら日本には来なかった。で自分は
大変後悔をしていると、一生この健康に対する不安、これと向き合って生きていかなければならないというふうなことについて大変重い後悔を持っている。でこれはたとえ低線量被曝であったとしてもですね、長期的な健康不安というのは当然あり得るわけで、これを短期で海外へ帰国する労働者にやらせていいのか、誰が一体健康不安、先ほど厚生労働省から発言がありましたね、長期的な健康に相談体制を取ると、対策を取ると。じゃあこの実習生たちはね、母国へ帰ってから誰がその健康不安に対して向き合うのかということは全く考慮されてないのではないというふうに思います。で実はですね、この問題はベトナムでも非常に高い関心を、がありました。日本経済新聞3月6日ですが、翌日には記事の全文がベトナムに翻訳されて、多くのメディアで紹介をされたということがあります。でさらに数日後にはジャパンタイムズという英字誌でもかなり大きな記事が掲載をされた。でこれはですね、ベトナムではですね、自分たちの息子娘が日本へ行ってこんな危険な作業にさらされているのか、どうなってるんだという世論も高まったというふうに聞いています。どこから聞いたか、ベトナム大使館から聞きました。ベトナム大使館は私たちにどういう実態だったのか、何が問題なのか細かく教えてほしい。ベトナム政府から大使館に対して事柄の実態、これからどうなるのか、どういう対策がありうるのか、そのことを私たち労働組合からぜひ聞きたいと、そういうことがあります。先ほど3月16日に閣議決定がなされたというふうなことを言いましたけれども、これは対外的に日本政府は禁止してるんですよ、主要にはベトナム政府に向けて発したメッセージだろうというふうに思います。通常私たちはこの技能実習生の問題でですね、何度もさまざまな省庁に対して申し入れを行っているんですが、こんなに早く対応されたことはもう異例中の異例ですね。それだけ実は問題が大きかったということだろうと思います。時間がありませんね、ちょっと超過しているかもしれません。最後にこの3例というのは、実は私たちは氷山の一角だろうというふうに考えています。なぜならば、2011年以降ですね、どれだけの技能実習生がそこに投入されたのか、まだ調査は終わってないだろうと思います。どういう調査がされているのか、これも私たちはまだその情報に接してません。でさらにですね、これ実は福島だというふうに私たちは思いがちなんですが、この配布された資料のですね、通達の2ページ目にはですね、こういう地域でも問題なんだよと、汚染状況重点調査地域、これは福島県だけじゃなくて岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、さらに埼玉、千葉、首都圏と近郊でも除染作業は確かに行われた。そこに投入された実習生は非常に多数の事例があるんだろうというふうに思うわけです。まあ、ですからそういったところのですね、過去どういうふうな実態があったのかの調査もまだだし、それから、彼ら彼女らが受けたであろう健康に対する不安、そういったものに対してどう行政が、あるいは東京電力が向き合っていくのか、こういったことが非常に問われている、そういう事件であったというふうに思います。細かいことはまた後ほどご質問もいただければと思います。以上で私は終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、大変極めて深刻な実態が広がっているのではないかというご指摘でしたが、今日は法務省の方にもお願いをして、入国管理局の入国在留課、まあ、この閣議決定の時の担当部署でもありますが、そこから、まあ、今指摘されたような除染や、あるいは東電内での原発作業 についての、まあ、外国人技能実習生が使われている現状などについて法務省としてどう考えておられるのか、についてお願いいたします。法務省入国管理局入国在留課の曽我でございます。よろしくお願いいたします。
お手元に、今ちょっと全統一労働組合の佐々木様も、ご紹介いただきましたけど、法務省から3月14日付の両面刷りの文書と、5月16日付の文書、この2部を配布させていただいております。これに基づきまして、外国人技能実習生の除染作業及び東京電力福島第一原発での作業問題についてご説明申し上げたいと思います。まず技能実習生の除染作業に関しましては、今佐々木様からも詳しくご紹介いただきましたが、本年3月一部の新聞報道におきまして、技能実習生が除染作業に従事している旨の報道があったというところでございます。これにつきましては1枚目の資料、技能実習制度における除染等作業についてをご覧いただきまして、法務省におきましては技能実習制度を共感する厚生労働省および外国人技能実習機構とともに、除染等作業につきましては、ここに記載しております通り、一般的に海外で行われる業務ではないこと、放射線被曝への対応が必要な環境、これは技能の習得のための実習に専念できる環境ではないと、環境ではとは言い難いということで、技能実習制度の趣旨にはそぐわないものであり、技能実習法令に定める技能実習計画の基準を満たさないものと、整理いたしまして、技能実習計画、仮に技能実習計画の認定申請があったとしても認定はしないということとしました。そして、それをこの文書であります通り3月14日付で、法務省、厚生労働省および外国人技能実習機構の各ホームページ上で周知を図ったところでございます。また、技能実習計画の認定申請に際しましては、除染作業に従事させない旨、この誓約書を実習実施者から、提出していただくことといたしました。なお現在、地方入国管理局および外国人技能実習機構におきまして、技能実習生による除染作業の有無について各受け入れ企業等に対する実態調査を実施しております。その中で、除染等作業が、に従事しているという事例等があれば、これを行うことがないよう指導と徹底してまいりたいと思っております。続きまして、東京電力第一原発での実習、技能実習に関してですが、2枚目の資料をご覧ください。これも本年5月に一部新聞報道されたところですが、法務省におきましては厚生労働省、および外国人技能実習機構とともに、福島第一原発敷地内での技能実習、これにつきましては、同敷地内は、廃炉作業、廃炉事業の進捗に伴いまして、線量計等の着用や特別教育等が必要となる放射線にかかる管理区域として、認定されうるという状況にあり、このような環境は安定的継続的な技能実習を行う実習環境としては、適当ではないと認められること、また同敷地内において東京電力が発注する事業は全て廃炉に関するものであるということで、一般的に海外では発生しうるものではないということ、加えまして東京電力自体が当該事業につき技能実習生が、これら作業に従事することを認めていないということから、適切な技能実習が実施される環境下にはないというふうな、という判断から、除染作業と同様に技能実習計画に認定基準を満たさないものと整理しまして、計画認定しないこととしまして、この文書にあります通り本年5月16日付で法務省、厚労省、外国人技能実習機構の各ホームページで、周知を図ったところでございます。法務省におきましては、技能実習制度を共感します厚生労働省、および外国人技能実習機構とも、緊密に連携し、受け入れ企業等に対しては、技能実習の実施状況も確認しつつ、技能実習制度の趣旨にのっとった、適切な技能実習計画に基づいた
技能実習を実施するよう引き続き指導してまいりたいと考えております。ごく簡単ではございますが、法務省からのご説明は以上となります。はい、ではここで司会を近藤さんに代わらせて、ちょっともう一つ説明受けてから、うん、に関しては、プログラムの中に、除染作業をするという計画があったんですか？申し訳ございませんが、調査書にもこともございますし、個別のものについてですね、あったかなかったというようなことはお答えは、この場では控えさせていただきたいと思います。でも、プログラムの中にあったかなかったかは重要ですから、ちょっとそこは明確にしてくださいますか。この問題になっているケースで、もともとどういうプログラムだったかっていうのは、当然入管の、なんて言うんでしょうか、仕事の中だと思いますから、プログラムですから、あったかなかったかです。プログラムの中に、ね、除染作業があったんで、それでこういう事件が起きたっていうなら、プログラムの中に除染って書いちゃいけませんよっていう決まりを作れば減りますけど、もともとしてないんだったら、こんな決まりつくと何の意味もないですよね。だからそこは一番キーになるんです。今おっしゃられているのは、おそらく技能実習計画にその除染しますということがストレートに書いてあったのかどうかということでございます。で、今、曽我の方から申し上げたとおり、個別の事案についてちょっとお答えするというのはできないんですけれども、一般的に申し上げまして、技能実習計画、いやいや、それは個別具体的にやらないといけないので、こういうことが起きているから、はい、それは別にプライバシーのことではなくて、その計画に合ったかどうかということを答えていただきたい。この場で申し上げるのは一般的なことしかちょっと申し上げられないんですけれども、基本的にその技能実習計画というものは、厚労省さんのですね、ホームページなどで、その計画のひな型のようなものございますので、基本的にそれを参考にしながら、問題のような形で、あくまでも個別の内容ということで、別には何かあったかどうかと。その点について、ちょっと今、この段階ではお答えすることは、差し控えさせていただきます。把握されているんですか？もちろん計画の段階で、我々申請書の段階で計画提出していただいてますので、当然それは把握しておりますが、今この場でお答えすることは差し控えております。いや、それはもう一度だけ聞きますけど、どうして答えられない？問題だとはという認識がないというんです。いや、もちろんその内容について、その除染をさせる、技能実習生に除染業務に従事させるということは問題だという認識は我々ももちろん持っておりまして、だからこそ先ほどお話しいただいた通り、速やかな今回の整理に至ったわけでございます。ただ、それと今回個別の事案についてどのような申請がの内容であったのかというところとはちょっと切り離して議論させていただきます。もともと除染のプログラムがあるんで、こんなことが起きたくなったら除染のプログラム書いちゃダメですよっていう、やったあなた方がやったことに意味があります。もしないんだったら、最初から守る気がないんだから、で守りますって紙出したんで、やってる気がしないから、効果がないです。もちろんそういった紙をまず誓約書を提出させるということはまずさせるんですけれども、最初から守る気がないときに、でもちろんそういったものが実際に守られているのかどうかというところを確認するために、新しくできました外国人技能実習機構、これをがですね、定期的にその現場を回って、実際に技能実習生からそういった問題、除染業務に従事してないかというところを確認することも含めて、今後定期的に調査実地検査を行っていくということを。今のお話を聞いていると、プログラムの中には書かれていたんで、はい、今後はやめるようにしてというふうに聞こえます。それでよろしいですかね。そういうような理解の仕方で、あなたは把握している、だけれども、その、まあ、言えば個別な事例といっても、それ書いてあったかなかったかということだけではっきり言えばいい話だし、それがある品型をベースにして作っているということであれば、これ厚労省もそれはもしそれを把握してるんなら、ここで
はっきりさせていただきたいけれども、だけれどもそういうシステムとしてできていたということですよね、今の話を聞いていると。だから個別の事情についてはちょっと言えないという形で逃げていらっしゃるんじゃないですか。内容がですね、個別の申請、個別の案件の話になりますので、もし従来からうちの大臣に聞かれてもですね、個別の案件についてはお答えを差し控えたいということで、個別案件について申し上げて、ただ一般的にストレートにですね、除染作業させますというような計画書を私見たことございませんし、一般的にはそういうものはないというふうにご理解いただいているんじゃないかなと思います。結局は除染作業をさせちゃいけないと事前に言ったの、文書で事前に言ってあるんですか。これまでは正直申し上げまして、除染作業に従事してはダメだということを対外的にお呼びしたことはございませんでした。だからそれだったら今言われた問題は起きるし、つまりもともと言ってあって、それに違反したとなると違反したでいいけど、もともと言ってなかったっていうんだったら、やったこと自体が必ずしも違法と、言えないのかどうか、それを聞いてるんじゃないですか、皆さん。だから、もともと違反だったら違反でなかったね。これまではですね、その点が明確に技能実習の業務として、技能実習として、除染業務が、作業が認められるかというのは明示してきませんでした。ただ、今後はですね、技能実習の中で除染業務に従事するということは認めないということを明確に整理いたしましたので、表明しましたので、今後はそういった技能実習計画が出される、あるいはそういった内容の業務がされているということが判明しましたら、しかるべくですね、技能実習計画の認定の取り消しですとか、そういった管理団体に対しても、その何らかの処分ということも見据えながら対応していくということになります。まあ、ちょっとなかなか納得納得できないところでありますが、まあ、ちょっと次に行かせて、また引き続きちょっとやりたいと思います。それではすみません、ちょっと時間も押しておりますが、東電さんにも来ていただいておりますので、説明の方をお願いしたいと思います。はい、東京電力ホールディングスの川村と言います。よろしくお願いいたします。私の方からはですね、手元のパワーポイントの資料1枚ものになりますが、5月の28日の日にですね、弊社での定例会見において、福島第一原子力発電所で働く外国人労働者の在留資格等に関する調査結果ということを公表させていただいておりますので、そちらにつきましてご説明させていただきます。まず1つ目です、調査の内容につきまして、福島第一の全雲取り企業を通じ、傘下の協力企業に対し、福島第一の工事に関わるすべての外国人について、在留資格を確認しております。調査の方法としましては、1つ目、所定の様式に氏名、在留資格などを明記していただくと、記載いただくとともに、本人同意のもと、在留カードの写しを当社に提出いただいております。実施期間としては5月の7日から5月の18日の間で実施をしております。その後当社に行って、提出いただいた書類の確認を実施しております。2つ目、対象者になります。調査時点において福島第一の工事に関わる全ての外国人を対象としています。米印としまして、放射線業務従事者に登録していない方も含んでおります。3つ目、調査結果でございます。安藤狭間で確認された技能実習生6名以外の外国人労働者については、すべて在留資格が技能実習以外であることを確認しております。福島第一及び同発電所に関連する工事に、技能実習生が従事している事実はありませんでした。今後技能実習生が、福島第一で就労することがないよう改めて、協力金を周知徹底していくとともに、当社としても続き外国人労働者の在留資格を確認していくという形になっております。調査の結果としましては、5月の18日時点、25名の外国人労働者が、おりました。で、この方々は全て、放射線従事者登録をされている方でして、放射線従事を登録されていない外国人の方は、本調査においては、いませんでした。以上となります。
はい、ありがとうございます。それでは第2部のところで、ご説明いただいたこと、改めて何かそれぞれご質問等あればいただきたいと思いますけど、それでは私の方からお伺いしたいんですけど、先ほどおしどりさんが質問されていた、あるいは指摘していた、その登録と実際の自分が持っている手帳との相互、これについて、東電と厚労省の方に聞きたいんですが、システムとしてどういうふうに改善したらそういう事態がなくなるのかということについて、お聞かせ願いたいと思います。厚生労働省でございます。私どもですね、電力局の中ではですね、あくまで事業者がですね、労働者のですね、線量をしっかり管理するということになってございます。その中のですね、管理の具体的な方法については規定してございませんので、事業主がですね、きちんとした線量の管理をですね、されるというふうに私どもとしては理解しているところでございます。東京電力ホールディングス立地地域部原子力センターの中込と申します。よろしくお願いします。手帳のデータと当社の、データのところですけれども、実態としてはですね、先ほど厚労省さんからありました通り、個人の占領自体は雇用主が責任を持って評価をするということになっていますが、それとともに原子力設置者として当社としてもその記録をしっかりと取って保存をするという、そういった法令の立て付けになっています。そういうことで実際どういうふうにやってるかといいますと、入域するごとにですね、東京電力が持っている電子線量計 ABD と言ってますけれども、こちらを持っていただいて、で、作業をしていただくと。で、合わせてですね、各企業さんが持つ積算線量計、典型的なのはガラスバッジになりますけれども、そういったものも合わせて持っていただいて、で、それのどっちの線量の記録を、整理するかといったところは事業主さんの方に、東京電力から何かっていうことはなく、事業者さんに任せております。で、月に1回その積算線量計の評価結果というのが出ますので、それとあと当社の APD の、システムのデータと、その両方を付き合わせて結果して、各事業者さんが作業線量はこれだという正のものを確定します。で、その確定したものを当社も記録として保存をするということをやってまして、毎月1回そういう確定ということをやってございます。で、じゃあ具体的にじゃあそれを手帳との整合性をどう取るのかといったところですけれども、一部今ちょっと手書きの方が手帳は、多いというお話もありましたけれども、一部その線量管理システムから銀行の預金の手帳のようにですね、データからその手帳を記帳するようなことができるようなこともありますので、そういった電子式にこう記帳ができるようにすれば、その手帳の書き間違いというのも当然あるかと思いますし、わざとというのはあまり考えて、当社は考えておりませんけれども、そういったようなことで、書き間違いみたいなものは防げるのかなというふうに考えてございます。そうすると将来的にはその APD で読み取ったデジタルデータがそのままダイレクトにコンピューターに入って、それが、管理登録センターまで共有されるという可能性はあるということですか？APD だけでなく積算線量計とどちらか正のものが記録として残りますので、その正の記録を、そういった電子式のデータでやれば間違いが少なくなるのではないかとは考えております。ありますか、他に？他にどうでしょう。どうぞ。たびたび失礼します。おしどりと申します。外国人技能実習生のことについて伺いたいのですが、東京電力御社が法務省との取り決めで
福島第一原発では働かせないと決めたのは2017年2月です。そして東京電力御社はそれを各協力企業、元請け企業に契約書に反映させ始めたのは2017年2月です。これはすでに御社に取材してご回答いただいております。しかしこれ5月28日のこの日付の資料、これ会見で私もいただきましたが、御社が福島第一原発で働く技能実習生の方々を調べたのは5月7日から18日というとても短い期間です。ですので少なくとも契約書に反映して以降、何人の技能実習生の方々が福島第一原発で働かれていたのかということはなぜ調査をされないんでしょうか。これ過去のことは調査しない、できないというふうに、広報の方は何度もお答えになっているのですが、本日ここに来る前に外国人技能実習機構機構さんの方に取材してきたのですが、現場企業であれば傘下の協力企業に過去の計画も問い合わせることができ、どこに宿泊してどこの現場で働くのか、あの法務省、機構さんの方できちんとそれ計画出してもらっているので、遡って調査はできるはずだと、現場企業であれば調査はできるというふうにあのお答えいただいたんですけど、なぜこんな11日間しか調査をされていないんですか。少なくとも契約書に、技能実習生は福島第一で働かせないと取り決めてから何人働かせていたのか、実際に足を踏み入れていたのか、なぜ調べられないんでしょうか。はい、東京電力ホールディングス川村です。こちらにつきましてはですね、期間が短いというところもあるにはあるんですが、あの元請けさんとあの我々が直接的なですね、雇用をしている、雇用契約を結んでいるわけではなく、産業者さんとですね、直接的な雇用契約を結んでいないということもございまして、その方々の個人情報になります在留資格の確認までというところになりますと、東京電力の方でやることはできないというところが実態でございます。このためですね、今回5月の7日から実施したというのは現段階で東京電力と元請けの雇用契約があるということをある事業者に対してですね依頼をし、でその元請け企業から、その元請け傘下に、ある企業に、雇用契約のある外国人労働者の調査をしたということになっておりますので、遡ってという形になりますと、その元請け企業とその企業、2時、3時、4時といった企業との雇用契約がされてない、もうすでに契約が終わっているといったところもございます。そうしますと、やれるところとやれないところとございますので、今回は、現に雇用契約があるものといったところを中心にですね、調査をいたしました。それに基づき今後ですね、技能実習生の就労がないようにということをこの後徹底してまいりたいというふうに、しております。なるほど。これ技能実習法の新法が施行されたのは2017年11月ですが、技能実習機構の方に11月以降の、状況について伺ったのですが、これ、過去のことに関しても、機構としては2017年4月以降11月以降、まあ、どこの現場、で働いているかということに関してここのことは答えられないけれども、現場企業であれば各企業に事業計画を過去のものに関しても提出させることは可能だというふうに今日は機構さんに教わったんですけど、法務省さん違いましたかね。東京電力の方はできないとおっしゃってるんですけど、どうですか。今東電さんがおっしゃられたのはまさに今、東電さんがどういう根拠に基づいてこの調査を行うのか、でその根拠がやはり今現在契約をされているということに基づいてのみしか東電さんとしては動けないということで今お話をされたのかなというふうに思います。で
その技能実習の関係でですね、過去どういうような業務を従事していたのかというところについては、必要があればですね、その例えば技能実習計画と違うことをさせていたのではないかですとか、そういった疑うような状況があればですね、それを裏付けるためにですね、いろいろ会社からですね、過去の状況はどうだったのかといったことを調査検査することができますので、おそらくそれをおっしゃっているのかなというふうに思います。なるほど、機構さんの方で、実習計画に関して過去状況も調査できるということですね。ではすみません、そう理解したんですか、過去状況について。その過去の状況となりますと、そのちょっと細かい話になるんですけれども、あくまでも技能実習新法が新法以降ですよね、以降の話になるかな、はい、で過去のものまで機構がですね、どこまで調査ができるのかというのはちょっとケースバイケースで見ていかなければいけないのかなというふうに思いますね。すみません、分かりました。で、現場の、すみません長くなって、現場の事業主として福島第一で働く場合の放射線管理教育は東京電力が一括して行っておられますよね。そしてそこで英語の放射線テキストを使用していると、そういう、ことを伺ったんですが、ではその放射線教育の中で英語のテキストを使用する際に、少なくとも2017年4月以降は契約として協力企業に技能実習生は雇用しないと、そういう契約になっておりますので、英語の放射線教育をする際に在留資格は調べられなかったんですか、技能実習生かどうか。放射線教育で英語テキストを使用した場合です、日本語があまり使われない方というのも多々おられると確認しておりますので、で英語のテキストは福島第一原発事故の以降を東京電力の福島第一原発の現場で使用しているとおっしゃっておられましたので、放射線 の, 教育の際 の, その英語のテキストなんですけども、放射線実習、失礼しました、放射線の放射線従事者業務等、放射線 の, 従事者登録をする際にする方が、外国人の方につきましては、こちらのテキストを使っております。で、今回 の,、報道にある、外国人技能実習生の方々につきましては、こういった法律が関わる地域での作業ではなかったために、実際には、こちらの教本を使ってですね、のテキストを使っての実習はされていないといったところです。で、これまでもですね、そのような方々につきまして、校内放射線管理をされない、管理の必要のない箇所での外国人技能実習生っていうのは、こちらはですね、元請けの方にも確認は、してはおるんですけども、過去ですね、そういったところでは、外国人の方はいないということで、こちらはですね、調査と並行してですね、各元請けに、確認はした状況ではございますけども、放射線教育も必要になったような状況はなかったというところは確認をしてはおります。従いまして、今回その英語のテキストといったところに該当する方々につきまして、そのようなその教育が必要であったといった方々につきましては、過去においてもなかったというふうに認識しております。ありがとうございます。すみません、ごめんなさい、長くなって。この、雑固体廃棄物処理建屋建設は元請けは日本会社ですよね。そして今回の技能実習生を雇っていたのは安藤狭間ということで、これ元請けに確認しても分からなかった事例なのですが、今回の技能実習生の方は管理区域外ということですか。そのすみません、質問の趣旨は、放射線教育で英語テキストを使った場合、技能実習生を雇用しないと契約書に入れて以降、毎回確認をされておられますか。在留資格を確認しておられますか。英語テキストを放射線教育で使っている場合、在留資格ですね。こちらの社内ルールとして確認をすることになっておりますので、放射線業務従事者登録の際ですね、こちら登録する際は確認をしますと。
ただ管理区域外の場合につきましては、現状元請けが保有契約上を確認しているということになっております。はい、はい、それとすいません、東哲さん、事務局からですね、今月1F の敷地外で亡くなられた方がおられたわけですが、その方のことをちょっとご説明いただきたいということをお願いしたいと思います。はい、東京電力ホールディングスの中込です。外国人の方ではないんですけれども、福島第一の作業員の方が先週ちょっとお亡くなりになったということがございましたので、ちょっと口頭で説明させていただきます。6月の6日水曜日ですけれども、福島第一において廃炉作業に従事していただいた協力企業の方が、作業を終えまして、大熊町にある事務所に戻られた後ですね、その事務所において、椅子に座ったまま倒れ込むということで心肺停止状態になりまして、救急車にて病院に搬送されましたけれども、午後4時2分にお亡くなりになられました。ご冥福をお祈り申し上げますとともに、亡くなられたご家族の方へお悔やみを申し上げます。死因とは個人に関することについて説明は差し控えますけれども、既往症に起因したものというふうに聞いております。で、当該作業員の方ですけれども、50代の男性、元請け会社は東京エネシス、福島県内出身の方というふうに聞いております。当日の時系列ですけれども、朝6時に全体朝礼を大熊町の事務所で行っております。6時半にその事務所を出発して福島第一の方に向かっております。で、実際作業は8時から10時20分の間作業をされて、作業終わって休憩所の方に行かれています。で、後から同僚の方が聞いたんですけれども、この作業休憩所について、しばらく、10分ぐらいした後にその休憩所内のトイレで嘔吐したということを言っているそうです。で、しばらく休んでから、昼食をこの休憩所でとりまして、昼食の後、入退期管理棟という放射線管理対象区域の出入り口になりますけれども、こちらの方に移動しています。で、こちらに移動して、また入退期管理棟のトイレで2回目の放送をしております。で、13時20分ごろ、大熊町の事務所に戻りまして、この移動の際にその同僚の方が本人から放送したという話を聞いているということになっています。で、13時45分に、先ほど申しました通り、椅子に座っていたまま、床面に倒れ込んで心肺停止状態になったということです。で、当社にはまず双葉消防本部の方からですね、福島第一にヘリポートがありますので、こちらドクターヘリを使うつもりだったんだと思うんですけども、その使用の要請というのが入りました。で、それで、使用できますよみたいなことをお答えしてたんですけども、14時20分に、ドクターヘリが現場周辺に着陸可能だから、福島第一のヘリポートは使わないという連絡が入ってます。で、結果して、14時38分に、救急車で双葉医療センターって富岡町にある、病院に搬送されましたけれども、16時2分に死亡が確認されたということのようです。で、当日の作業ですけれども、タンクの塗装用の足場解体作業ということで、具体的には足場解体の監視作業、あとは受け渡しですとか、あと運搬みたいなことを実施していました。で、当日の現場の装備は、イエローゾーンということで、タイベックに全面マスク、メンテ袋にゴム手20、あと靴下20、単靴の、ヘルメット安全帯着用と、で、熱中症予防のためにクールベストを着用していたと、そういった、ことで作業をされておりました。ご説明は以上になります。ありがとうございます。ご質問等ありますでしょうか。
者からなんですが、放射線管理手帳についてご説明をいただいた際に、日本人か外国人かのそのチェック項目があるのかということなんですけれども、これはどういうふうなデータの使われ方をされているんでしょうか。ですね、放射、手帳を取得すると、中央登録にですね、登録するときに、先ほどありましたように ID のほかに、これ日本人か外国人かっていうだけでですね、国籍は分からないんですけど、日本人か外国人かを登録していただきます。ですけどもですね、実はですね、これ、放射線法令上もですね、また発電所の管理もそうですけども、日本人、外国人で、放射線、管理で区別がないということからですね、特にそれで例えば公表の統計を作るとかいうこともしておりませんで、ただ、本人の経歴紹介をするとそれが日本人か、その方が日本人か外国人かというのが出るというぐらいにしかちょっと使ってないですね。先ほどから過去の事例をどう調べるかというふうなお話がありましたけれども、私はその放射線管理手帳で国籍まで、ね、データが管理されているのであれば、国籍ごとの交付数、こういったものは統計化もできるのではないかなと、あるいはその時期であるとかね、場所であるとかね、少なくとも過去のことは分からないのだで済ませていいとは正直言って思ってないんです。で、例えばこれは法務省の方がねおっしゃってましたけど、ちょっとよく分からないところがあって、3月14日の通知以前は良かったのだと、違法性もないし認めてきたのだと、3月14日以降認めないというふうに体制が変わったのだと、そういうふうに受け取れませんか。この通知を見たらもともと悪かったのだというふうなことなのか、3月14日時点でしょ、いや実際にはそういうふうに理解している業者もいるんです。だから過去の問題っていうのはですね、実は非常に大きい問題でね、過去きちんと行政が対応してなかった、それは問題があったと、だからこれからというふうに読むべきなのか、そこら辺はどうでしょう。先ほどもご説明したと思いますが、救護課において、そういう整理がなされてなかったというのは事実です。一般に技能実習って3年やるわけですが、2号とか3号移行待機職種というのがございますが、それ除染というものはそもそもないんですね。だから除染をやるという申請自体は存在しないわけです。ただ、我々として、例えばその作業をやる現その場所とかというものに対する意を用い十分に用いてなかったとか、あるいは、そういう14日付の文書でお示ししたような整理をしっかりとできてなかったということで、そのあたりは反省すべき点ではあると思います。ご案内のとおり、今おっしゃったとおりで、旧法においても新法においても技能実習計画に基づく技能実習がなされてなかった場合は、不正行為、あるいは現行法で言いますと、認定の取り消し、あるいは管理団体に至っては許可の取り消しというようなこともやらなければいけません。で、先ほど先生方から厳しいご指摘、なぜ喋れないんだということなんですが、今まさにその調査中でございまして、これを今ここで申し上げるわけにはいかないと、それは今後の方向性にも関わってくることだということでございます。他にはどうでしょうか。ご質問あるいは何か。じゃあすいません、ちょっとまた管理登録のことです。少し聞きたいんですけれども、東京電力は内部被曝と外部被曝それぞれ評価して合計で発表していますよね。で、このということは各個人について、外部被曝と内部被曝を評価をしているというふうになると思うんですが、そのでそして普通の放射線従事者は内部被曝は評価されていないですよね。ですよね。大体外部被曝だけですね。いや定期的にホールボディカウンターという内部被曝の測定用の測定をやっております。どの原発においても
それをやっている個人についてそれをやっているんですか？ええ、あのちょっと他社は責任持ってませんけども、東京電力についてはやっております。ほとんど2ミリシーベルトまでは記録対象外ということで、記録しなくていいことになってますよね。あ、その通りです。そこもすごく問題だと思います。そうすると、中央登録センターに送られているデータは外部被曝と内部被曝の合計なんですか？実効線量という形で、言ってるかと思います。で、内部被曝の方は2ミリ以下は切り捨てで登録されていると、こう理解するんですね。はい。それはでも その実態の把握としてはちょっと不十分なんじゃないかと思いますけど、この辺は厚労省になるんでしょうかね。その辺はやっぱりきちっとこう把握していくという姿勢に立たないとまずいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。まずいでしょうかね。そうですね。厚生労働省です。内部被曝の測定について、食略の話についてはちょっと認識ができておりませんが、法令に即してですね、適切に実施されるべきとは考えております。法令に適切ってどういう意味？法令に適切って言ったらどういう意味？被曝線量の把握に関しては私の方でも、ちょっと質問があるんですけれども、郡山市内のですね、除染業者が一応その被曝線量の記録というのは残していたんですね。で、ただその測定方法というのは、空中放射線量パーアワーかける労働時間なんですよ。で、しかし空中放射線量じゃなくてね、もう間近でその汚染土と格闘するような作業であって、で当然粉塵を吸い込むようなことも想定されるんであって、でそれをそういうふうな計算式で測るということにね、どれだけ意味があるのかないのか、そのあたりはいかがでしょうか。もちろん内部被曝はもう一切考慮されてないように。どうでしょうか。今マスクはすごい簡易マスクだけでやってるし、場合によってはそれもしてない人もいるわけですよね。除染作業でした。私もわからない部分もございますけれども、基本的には先ほど私が述べたようにですね、安全法のですね、電力則に基づいてですね、きちんと事業主に置かれてはですね、きちんと線量を把握し、そしてきちんと評価していただくということがですね、進むことになっておりますし、ちょっと切り捨てという話、今一つよく状況、先ほどから我々もちょっと分からない部分があるんですけれども、言えることはですね、私たちはですね、東京電力から毎月、一般にオープンにされているですね、線量の報告をですね、しっかり受けておりますし、そういった中で、その2ミリ以下が切り捨てですか、すみません、そういう切り捨てという話はですね、承知してないと思います。はい、
切り捨てというよりは記録レベルというものを定めてまして、まあ、なんか普通はホールボディカウンターの通常受けていただく場合は特に変わったカウントが出ませんので、まあ、受けて内部被曝ないという確認をするだけなんですけれども、なんかきっかけでですね、まあ特に2011年 の、 事故当初は内部被曝がございましたので、まあ、そういった方の評価などではホールボディカウンターで摂取量を評価しまして、その摂取量から、まあ、被曝にミリシーベルトという被曝線量に換算するんですけれども、まあ、その際2ミリシーベルト以下については記録しないというレベルとして扱っているというものでございます。厚生労働省としてはいいの？ちょっと今のお話とちょっと直接リンクしているかどうかはよくわからないんですが、内部被曝に関しては先ほど成田が申し上げたように測定は3ヶ月に1度というものがございますし、またこれをまあ、測定しなくて良い場合としまして、内部被曝がない場合、また内部被曝による実根線量が空気中の放射性物質の濃度および立ち入り時間により算出でき、かつその値が 0.1 ミリシーベルトを超えないことが確認できる場合ということが明示されております。2ミリシーベルトがないと思います。ちょっとそちらで手挙げてください。すみません、原子力資料情報室の片岡と申します。今言われた内部被曝に関してですが、基本的にはガンマ線のみしか測れてないという理解でよろしいですか？はい、ホールボディカウンターについてはガンマ線を測定しております。で、必要に応じてバイオアッセイ等を、やる決まりは作ってますけれども、その必要に応じての必要に応じるケースが今まで出てませんので、結果して今はホールボディカウンターでの評価のみになっております。必要に応じての場合というのはどのような場合でしょうか？ガンマ線が基本なんですけれども、そのホールボディカウンターに定期的に3ヶ月に1回ですけども測定をするというのは定期的なんですけれども、それ以外に顔面を汚染をしたりした時には内部取り込みをしている可能性がありますので、鼻すみやといってろ紙をこうの擦っての顔面についている汚染の各種分析評価をします。そこで、例えばアルファ各種ですとか純ベータのストロンチウムみたいな各種が含まれている場合は、まあ、バイオアッセイをする必要があるという判断になりまして、まあ、ホールボディだけなくバイオアッセイをするというような決まりになっております。すみません、あともう一つだけなんですが、 APD の値についてなんですが、ミリシーベルトで、表記されているはずで、0.001 ミリシーベルトまで測れると思いますが、それ以下の数値、つまり 0.0009 ミリシーベルトはこの場合には APD では測定できないというふうに考えてよろしいでしょうか？その下 0.001 からですねカウントするようになっていまして、表示上はですね、確か、四捨五入です。表示をさせていたと、すみません、ここはちょっとあんま定かじゃないですけど、確かそうだったと思ってます。記録は？記録は 0.01 単位になります。ということはそれ以下は記録されない？それ以下 0.00 という形で記録されることになります。0になるってことですね。はい、つまり10マイクロ以下は切り捨てるってことですね。四捨五入だったと思いますので 0.004 マイクロ0.004 は切り捨てになるということだと考えています。は
はい、すみません、ちょっともうだいぶ時間を過ぎて会場の関係もありますので、これで締めたいと思いますけども、最後に番組さん、短くちょっと締めていただきたいと思います。今日いろいろと意見が出たと思うんですが、国の方が、東京電力もそうかもしれませんが、実態を十分に把握しないまま、規則はあるからそれに従って、事業者はやっているだろうというような返事が多かったんですけど、それではやっぱりダメで、やはりそのもっと積極的に現場の実態を把握していくという努力がしてもらわないと、この問題って解決していかないし、いろいろと葬儀も起きているわけですから、その辺のところをやっぱり解決していくという姿勢に立っていただきたい、こういうふうに思います。東京電力もそうです。元請けが相手であって、契約者は元請けだからって、そこから下は自分たちの手の届かない世界になっているけど、実際にはその手の届かない世界でいろんな問題が起きているわけですから、その辺は事業者も把握をしてもらうような努力をしないと、いつまでもこんな問題が起きてくるというふうに感じました。はい、ありがとうございます。では皆さん、長時間にわたりご参加いただきましてありがとうございます。また引き続き取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。